アフメトアリチェリクテンは、オスマン帝国及びトルコ共和国の軍人、海軍航空隊の操縦士。1917年11月に、フランスのラファイエット飛行団に加わった、アメリカ人、友人バラードと共に、航空士における最初のアフリカ系操縦士とされる。イズミルリアフメトアリ、アラプアフメトなどの名前でも知られる。1883年、 前人エミネハヌムとアリベイの息子としてスミルナで生まれた。母親のエミネハヌムはボルヌ帝国出身の女奴隷の娘として1860年代に生まれた。オスマン帝国では1847年に奴隷の売買は廃止されており奴隷身分ではなかった。アフリカ系新民の多かったスミルナで自身と同様にアフリカ系新民のアリベイと結婚しアフメド・アリ 前人へサーニーへの三人の子供を設けた。父親のアリはアフメドが六歳の時に亡くなった。その後、アフメドは水兵となるため、1904年に海軍工科学校に入学し、1908年に中尉として卒業した。1914年6月25日にあや、ステファノスに設立された海軍飛行学校に入学し、 1916年11月11日に航空教育を終了し航空化に転化された。この間、プレベゼからの移民の娘、ハティージ・ハヌムと結婚した。1917年2月14日、大イに昇進した。12月18日、ベルリンに派遣され操縦訓練を終えて、1918年7月に帰国した後、イズミル飛行中隊に配属された。 トルコ独立戦争では、志願して、今夜飛行センターに行き、1922年に、アマスラ海軍飛行センターに派遣された。1924年に、イズミルのギュゼルヤルの飛行中隊に、1928年には、航空庁に配属された。1949年に退職した後、1969年に、亡くなった。ウィキメディアコモンズには、 アフメとアリチェリクテンに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。